さあ、それでは今日のゲームハイライトで振り返りたいと思います。今日のライオンズの先発がある佐藤の今シーズン5試合目の登板です。初勝利となった初登板以来の勝利を目指して、初回のピンチ、今日昇格スタメン起用の安田、三振に倒れます。バットグラブを叩いてこのピンチを引き付けると、一方のマリンズ先発はここまで今シーズン勝利がないという小島、こちらも2アウト満塁ピンチ、そしてこちらも今日昇格の高木なんですが、あの松沼さんがちょっとポイントだとお話しされた、はい、今日昇格組安田高木、はい、ちょっとねここはね、そうですね、はい、まあでも、うん、全て結果出るとは限らないんですけど、はい、一生懸命やってる姿を見させてもらいました。そうですね、はい、そして佐藤俊哉のここはタイムリーで、まずはマリーンズが先制です。ただ不思議なことに点が入ると試合が動くなというところで、はい、佐藤俊哉の相性もあってかというヒットもありながら、山川もインコースなんですが、これをホームランにします。まあ、本当に異次元のホームランっていうようなね、切れないのが不思議ですよね。そうですよね、本当だったらもう完全に切れていく、はい、打ち方じゃないですね、あのコースなんですけどね、はい、シーズンの第10号だけど一番乗りトリングになった山川、さらには今日ヒーローインタビューに答えていた山田のこのタイミング、これ大きかったわけですよね。これもね本当に難しいね、うん、はい、コースに投げてきたものですよね、これを本当に山川同様、はい、うまく払いましたよ ね、 そうですね、インコースをいずれもうまく打ったというライオンズ、3回に3点を取って逆転成功。4回の表です。ここはまあ、もう2アウトの後のフォアボール、さらには自らのエラーでピンチとなってしまって、はい、まあ、ちょっと嫌な流れで、そうですね、もうここからずるずる行ってしまうところですよね。エチェバリアも、まあ、こういう詰まった当たりというのがヒットになっていたんですが、こちらもヒット、タイムリーになって1点差にマリーンズが詰め寄っています、はい、でもこの1点で、ね、終わらせることができるっていうのは、はい、やっぱりあの佐藤のただものじゃないところですよね、で5回です。マリーンズ先頭が出てチャンスだったんですが、好調だった佐藤俊哉倒れた後、山口の打球これも伸びていってどうかというところ、このファインプレーが結果大きかったわけですよね。大きいですよね、大ファインプレー、今日昇格スタメンの高木が守備で応えたというところ、バックも盛り立てます。ダブルプレーにしてここも0点に抑えます。そして6回です。ここは安田、さらには福田からも三振を奪って、結局今日の佐藤は6回91球に失点に入りました。まあ、小さなガッツポーズがすごくいいですね、はい、うん、あのその後ね、続投があるかなと思ったんですが、鈴木監督からもいろいろアドバイスを受けながら、ここでグータッチマウンドを降りるということになったルーキーの佐藤。7回は本田、そして8回タイラー、きっちりとこのルーキーのリードを守っていくリリーフ陣です。もうタイラも本当に最後ここねボール3からスタートしたんですが、手が出ませんでした。やっぱりいいピッチャーですよね、もちろんね、はい、でこの中村も軽打ですよね、目を見事でした、はい、さらには高木、ここはバッティングは、ね、三振倒れていたんですが、送りバント、これも大きかったですね。これはね、完璧な送りバントでしたね、で山田センターフライでランナー三塁進んでいた、これが効きまして、はい、ワイルドピッチに行って追加、そうですね、だから1点でね、はい、まあ、ヒット1本で、はい、しっかり1点もぎ取ったというのはものすごい大きいですね、うん、そうですね。そして9回は前に試合で150セーブ達成した増田、今日もセーブを上げて151セーブ目となりました。今シーズンの7セーブ目、大喜びの山田、この後ヒーローインタビューで盛り上げてくれました。佐藤、今シーズンの2勝目、久しぶりの勝利を飾ったというゲームをお伝えしました。